は長い。あ、そうなんだ。こんにちは。雨上がりましたね。晴れたというか、そこお姉さんの笑顔も晴れ上がってますね。僕ちょっと仕事終わって、ちょっとお姉さんの笑顔見たらめちゃめちゃ元気になってきて。お姉さん仕事終わりかなんかですか？あ、今日休み？あ、そうだったんですね。なるほど、仕事しすぎてたまの休みっすか。あ、そうなんですね。あ、なるほど。ちょうど僕もさっき数少ない友達から予定ぶちられて、どうしようかなと思って。僕も今日また夜別に会わなきゃいけない人がいて、まだ帰るって時間あるじゃないですか。いや本当に 2,30 分とかでお茶したいなと思って。確かに、でもまあちょっとよく見るとお姉さんにより可愛い人いないなと思って。もう本当に今から一緒にハネムーンに、ちょっとハワイに一緒に来たいなと思って。じゃ無理じゃないですか、ハワイ行くのちょっと無理だと思うんで、お茶でもちょっと行きたい。ハネムーンは無理ですよね。まあでももしかしたらこの後お姉さんと今後ハワイ行くかもしれないので、でもその後ちょっと予定があって逆に行かなきゃいけないんですけど、少し1時間ちょっとぐらい時間があって、もうそこは僕に任せていただければ、コーヒーでも紅茶でも遠足に持っていくおやつ代ぐらいだったら僕出しますんで僕が素晴らしい休日の時間ご提供しますよ。行きましょう行きましょう。もったいないんで、ちょっとですよ。あ、ほんですか。あ、もうちょっと行きましょう。あ、大丈夫大丈夫、そこは僕にお任せください。勇気を持ってアプローチをしてみるもんですね。あ、ちなみにさっきのあれ、友達はあれですか、昔ながらの友達だったんですか。友達も忙しくて帰っちゃったみたいな。なるほど。あ、そうなんすか。僕のことも待ってますかね。僕のことも待ってる。あ、でもお子さんいる感じ。全然見えないですね。おいくつなんですか。3歳。あ、そうなんですね。まあ休みだけど、なるほどなるほど。あ、わかりました。え、男の子女の子。男ですね。まあ男はアホばっかりなんで。でも大変ですね、育児とか。え、どういう、な、な。あんまりご主人さんとちょっと喧嘩多いとか。そうなんすか。結婚されては長い長いんすか。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。逆にあっちがもう離婚したくないみたいな。まあそうっすよね。え、なんかご主人さんがあれですか、ちょっと仕事しすぎて帰ってこないとか、店内でモラハラがひどいとか。はいはいはい。なるほどなるほど。で、その辺のちょっと話を相談しつつも友達とジャッジするみたいな。まあ離婚調停しても、まあご主人さんが養育費とかちゃんと払うかどうかもわかんないですもんね。その話、僕でよければ8万回ぐらい聞きますよ。やばいっすね。どれくらいごたついてるんですか。まあ今、3ヶ月くらい。あ、3ヶ月続いてるんだ。結構やっぱそんなにパパパパ進まないですね。そう、なんか思ったより進まないから、今ちょっと進めるかな。ちなみにご主人さんと別れた後、ちょっとこの人とできればいいなみたいな目星の男性とかもいないですか。なるほどっすね。え、ちなみにその出会った当初好きだった頃は旦那さん。旦那さんはちょっと面白い人だから楽しいかなと思ったんだけど、はいはいはい、聞くことだけはできる男は最初は楽しかったけど、付き合って結婚して急に変わってたんですか。なんか俺が停車だみたいな、はい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 、
ああ、なるほど。結婚生活自体は何年ぐらい？4年5年ぐらい？まあそのぐらい。その氷の期間はどれぐらい減ったんですか？マジで。マジで。マジで。やべやべやべ。とんでもない旦那さんじゃないですか。今別居してるじゃないですか。そう、今別居してて。実家なんですか。まあでも、ちょっとお姉さんほどの綺麗な方が、そういう人生を無駄にしてるのはすごいもったいないなと思うんで、ちょっと僕がいい一日にしてあげたいなと思いますね。じゃあちょっと忙しいから行く前に手晴らしできるスポットがあるんでご招待しますよ。パッと行ってもうパッと終わるんで、はい、ちょっと行きましょう。いやー、いろいろ大変ですね。まあでも今早めです。まあそうっすよね。育児ストレスとか、まあ、離婚しちゃってのなんかストレスとかあるじゃないですか。今日、まあ、すっきりストレスを解消してから、まあ、お子さんにもいい笑顔をですねちょっと向けてあげてほしいなって。もしかしたら僕はパパになるかもしれないし。あ、早かった。新宿にネガティブな気分をポジティブにしてくれるパワースポットが、ものの数分でメンヘラが松岡修造に変わるという。そうです。知らないですか。そう。今お子さん実家？保育園は実家から通わせる感じ？そう、保育園に通ってるよ。なるほど。だから、はい、帰ってくるまでに、はいはい。なるほど。子供は家に引っ張ったもんね。はい。この今ガヤガヤしてるじゃないですか、まあ、ここがすでに盛り上がってるのはパワースポットの影響で盛り上がってるというか、今もうちょっと3分ぐらいウォーキングして、今体温まってないですか。この体温まってきたところで今からですねパワースポットもうすぐご到着いたしますので、はい、はい、いやでも本当ご立派だと思いますよ。やっぱそういう決心をされるというのは、そんな普段頑張ってるちょっとお姉さんにちょっとご紹介したいパワースポットがこちらですね。ここに、はい、何、まあ、ここ見てください。これサービスタイムって書いてあるじゃないですか。ポジティブになれるさ、しかもちょうど見てください。これほら AM6 時から PM5 時って書いてあって、まだ時間やってるサービス中なんで、第1部第1部って書いてあるんですけど、まあ、第2部だとちょっと遅い時間になっちゃうんで、第1部のサービスが受けれる時間今なんで行きましょう。これは入ってからのサプライズしたいな。怪しいよね、うん、そう、これ外見はちょっと怪しいんですけど、中身は健全、至って誠実、30分ぐらいでパパッと終わるんで、そこはエンターテイナーであるこの僕を信頼していただきたいなと。怪しいけど、まあとりあえず、まあ一回見てみて。そう、まあ怪しいよね。どんな怪しいかちょっと行きましょうか。そうです、とりあえずそれで行ってみて、はい。高槻にはとんでもないビッグプレゼントを準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。あざっす。